まあ今回はね、ちょっと死ぬまでにやりたいことをちょっとやろうかなと、思いましてね。まあちょっと、ギアの説明はね、ちょっとしません。いや、説明しないっていうか、まあね、まあちょっと、試合になればちょっとわかると思うんでね。まあ私今積んでるメインのギアは、インク回復、サブインク、サブインク。まあ、察しのいい方ならちょっとね、何をしたいかちょっとわかると思うんですけど、まあ、ちょっと、勝つんで、な。勝てば正義やね。俺は絶対に前に出ない。この最強戦法。ちょっと俺やってみたかったんだよね、これ。最高の気分だ。もう炭酸を投げてるだけで勝てる。はい、1番リー。いや、最近寒いですね。炭酸投げる手がちょっとかじかむ。遅いかも。振るのが俺いつも投げないから。左と右にね、一生炭素を投げておきましょう、これを。待って、もしかしておこ？待って、切ってる？ナイスナイス、うまい、それは。了解了解、カバーする、カバーする。これ2個投げた、2個投げた。いや、ガンガゼのこの、これ強いぞ。いや、消される。おお、ナイス。オッケーオッケー、バブルね。オッケー、1枚やって。2枚、2枚、2、2枚。オッケーオッケー、ナイスとか、ナイスとか。これエリア、炭酸投げよう。左じゃなくて。手前もう処理とか考えずに、もうエリアにとにかく炭素を投げよう。1枚あった、1枚あった。もうこれ2落ちね、2落ち。了解了解了解。削る削る削る。やったやったやった。投げる投げる。削り削り削り。ナイスナイス。お得、バブル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 。ナイスナイスナイス。投げるわ。裏裏裏裏裏裏裏。削り、ナイスナイス。いや、ちなみにね、今日夕ご飯、お寿司だったんですけど、ちょっと嬉しかったですね。最近ちょっと生活リズムが狂ってて、まあ、起きたのが夜の7時ぐらいだったんですけど、でまあ、いつものようにまあリビング行ったら、なんかお寿司買ってきたよって言われて、テンションが上がりました。サーモンと、なんかマグロ多めで買ってきてくれて、嬉しかったです。僕ね、サーモンと、マグロ好きなんで。ネギトロ巻きも買ってきてもらったんですけど、あったんですけど、何ネギトロ巻きって、マグロより安いんだろう。マグロ、マグロってさ、一番やった。マグロとネギトロってさ、もう同じじゃん。使ってる食材は。ネギトロって叩いたやつだから。で、ネギトロは海苔もあるしさ、ネギも上に置いてあるからさ、ネギトロのが結構手間かかってそうじゃん。叩いてるしさ。なのになんで値段が同じなんだろうっていうのを考えて今日は食べてましたね。まあ雑談して炭酸投げてるだけで勝てるわ。ナイス。いや、これはね、ナイスファイト。
じじ。いや、結構味方のね、カバーできてよかったんじゃないかなと。まあ、来た敵もちゃんと爆風でね、処理できたんでね。ナイス。まあ、これが今回はちょっとこのまま続けろ、そうかな。なんかいつも一試合一試合録画結構切ったりしてるんだけど、ちょなんかね、切ったらなんか、もうお前炭酸で潜りまくってただろうみたいななんか、言われそうなんで、ちょっと証明として、ちょこのままやろうかなと。これは勝ちたい。ガンガゼのここのポジション、待て、お前もまさか真似するのか。ほら、落ちちゃった。ちょ、試合の解説ちょっとしてこうかな。さっきちょっと雑談しちゃったから。マジかー、こいつやばくね、歩いてきたの、ここまで。いや、その裏取りはわかんねえわ。はい、アーマーが溜まっている。まあ、ここを、マイ、いや、ここ炭酸で時計入れるんじゃないか。自宅クリアリングして、これエリア炭酸入れつつ飴貯めようか。豆投げて。これ左高の、多分必戦、やばいな。いや、もういないのか。多分もういないね。いや、いるのか。オッケー、アイスアイスアイス。ここの強ポジと相打ち取れたのはいいんじゃない？手、一戦が厄介だったからな。いや、これ、手前、押されてんのか。いや、これ結構厳しいな。いや、ここ、なんとしても打開したいけど。いや、キャラコンミスったー。ここ落ちたらガチで終わる。待って。やったやったやった。お、塗りたい。マジで塗りたい。おっかおっか。任せてくれ。やったやったやった。ふぅ、危ない危ない。ちょ、この試合負けたらさっきの試合もなくなるんだ。マジで。なくなるんだって。負け試合を動画に、ちょ、僕はしたくないんで、あんまり。ちょ、待って、負けるわけにはいかない。これは。これどうするか。嘘だろ、強すぎるだろ。いや、まあ、スライドだったらやれないなと思って。一枚あった。バブルをしっかり割っていくと。これ裏取りも、あ、落ちないか。だけども、これは刺さる。ここをね、炭酸を投げて、これ身落ちしている。ここは炭酸投げて、アイス3落ちしてる。コア炭酸を投げる。そしてこれ、あともう来るだけなんで炭酸を投げましょうか。今投げて。ナイス。いやー、悔いはないわ、もう。これは、頑張っ、これは、いいだろ、結構。手前の、それできてたし。まあ、というわけでね、まあ、本日の動画はちょっといつもと違った感じだったんですけど、まあ、終わろうと思います。では皆さん、また次回の動画で会いましょう。では。